温泉卵。温泉卵は卵黄部分は半熟、卵白部分は半凝固状態に茹でた鶏卵。一部では温度卵とも呼ばれる。また、温泉の湯や蒸気を利用して鶏卵を茹でたり蒸したりした茹で卵は、その状態、半熟であるか否かに関わらず温泉卵と呼ばれる。生卵は握ると割れないが、温泉卵は割れる。卵黄よりも卵白が柔らかい状態なのが、 特徴である。これは卵黄の凝固温度約摂取70度が卵白の凝固温度約摂取80度より低い性質を利用して作られるもので65摂取68度程度の湯に30分程度つけておくことでこの状態になる。反対に卵黄を柔らかく保ったまま卵白を固めたものを半熟卵と呼ぶことがあるが両者はしばしば混同される。 流出する温泉の異音がこの範囲に近い場合、これにつけておくだけでできることから、温泉地の旅館などで食卓に提供されることが多く、温泉欄の名で呼ばれるようになったと思われる。あらかじめから終わって、器に取り、出汁と醤油を合わせた出汁醤油をかけて供されることが多い。また、麺類、どんぶりものなどのトッピングとしても利用される。生卵やゆで卵。 卵焼きに比べ消化吸収に優れている。専用の温泉卵製造機が市販されているが、保温性のある発泡スチロール容器などを利用して作ることもできる家庭での作り方参照。また、保温状態の炊飯ジャーを利用し水を使わずに作ることも可能である。また、電子レンジを使用した温泉卵調理器も存在しているが、 再加熱するなど所定外の使用法を行って不具合が発生する事例が報告されている。業務用の温泉卵メーカー、温泉卵クッカーは電気式で本体に網かごが収められており一度に数十個を調理することができる。類似する卵料理として卵の殻を割って茹でるポーチドエッグがあり、その状態から温泉卵とポーチドエッグは混同されることがある。 卵の食中毒の原因となるサルモネラは、摂氏70度以上では生存できず、62摂氏65度で30分以内に死滅するので、温泉卵によって食中毒になる危険性は低い。外食業界でも夏場の食中毒のリスクから、加熱処理した卵を用いることが多い。中でもキューピーが開発した白身は半熟かつ黄身には、火が通った。 キユーピットの卵という商品は、卵特有の生臭さを抑えた、まろやかな風味が人気を集めヒット商品となっており、吉野家をはじめとした外食チェーンが、夏場も持ち帰りできる、半熟卵として採用している。鶏卵を温泉の湯で茹でたり蒸気で蒸したりしたものは、その状態にかかわらず、半熟状ではなくても温泉卵と呼ばれる。多くの温泉地で、 店頭などで温泉の蒸気や湯で調理する様子を実演しなら販売する温泉卵が名物となっている。教食沿泉の場合は卵自体に塩味が染み込んでいることも多い。福島県福島市の飯坂温泉の温泉卵はこの温泉で日本で初めてラジウムの存在が確認されたことに、ちなみ、ラジウム卵、ラジウム卵と呼ばれる。 山形県米沢市の小野川温泉でも温泉にラジウムを含むことからラジウム卵と呼ばれている。温泉街には2つのラジウム卵製造湯船がありラジウム卵作り体験もできる。小野川温泉では約80度の源泉を満たした湯船でラジウム卵を作る。いずれも土産物として人気がある。湯村温泉の源泉、ら湯は非常に高温の温泉。 摂氏98度で湯沸かし不要。10分程度で温泉卵が出来上がる。訪れた人の多くが生卵を荒湯につける。雲仙温泉では地獄谷から出る蒸気で蒸し器を使う、少し硫黄の匂いがするゆで卵である。付属の塩は普通の塩ではなく、温泉で出来た塩を使っている。ラムネと一緒に食べる人が多い。おと地獄付近で販売している。 別府八湯のうち地獄釜が利用できる鉄理温泉と明盤温泉や別府地獄巡りの各地獄では卵を温泉で蒸したり茹でたりした温泉卵が名物となっている。温泉の蒸気熱を利用した地獄釜で蒸す地獄蒸し卵のほか、海地獄では98度のコバルトブルーの温泉に竹籠に入れた卵を直接浸して茹でた地獄茹で卵が名物となっている。 保温性のある発泡スチロール容器、カップラーメンの容器などに卵を入れ、熱湯を加える。熱湯は卵が隠れるまで入れる。蓋をして30から40分程度、そのまま放置しておく。なお、冷蔵庫から取り出した卵に急に熱湯をかけると、割れてしまうので、熱湯を入れる前にぬるま湯などである程度欄を温めておくと良い。また、 20から25分間は70から75度に湯の温度を保てば温泉卵はできるためあまり容器にこだわる必要はないが沸騰や温度の効果に至らないように工夫する必要はあるペーパードリップ式のコーヒーメーカーを使って作る方法もあるサーバーに生卵を入れフィルターペーパーとコーヒー豆をセットせずに通常のドリップを行うというシンプルなものである この方法でも、冷え切っている卵を使うと、ひびが入るので、あらかじめ常温にしておく方が良い。卵が楽に入る程度の広口の魔法瓶に、前期の概要の項を参考に、摂氏68度程度のお湯と卵を入れると、失敗が少ない。ただし、ガラス製魔法瓶の場合は、卵を瓶に静かに投入しないと、卵が落下の衝撃で割れることがある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。